ちは。もう始まったのね。はい。今年初の空調服。ね。岩崎です。暑くなってきたもんね。そう。これ着てるとやっぱり全然ちゃうね。やっぱ違う。涼しい涼しい。うん。今日はですね。はい。何でしょう。6月に入りましたんで。はい。月始め恒例。はい。畑の様子でございます。6月バージョンよろしくお願いします。6月バージョン。はい。で、まずですね。はい。ここは手前の畑です。手前、はい、順番に、手前の畑、はい、奥の畑、はい、で山の畑、はい、ダム下の畑で、遠い畑、遠い畑、はい、これだけ回ります、はい、ここは、手前の畑で自然薯です。オンリーですな。そう、自然薯だけ、はい、で、ここはですね、うちがやってる畑の中で唯一イノシシが来ませんので、うん、電気柵はしておりません、はい。でね、はい、見てください。だいぶ芽が出てきた、ね、だいぶ芽が出てきた。すごい綺麗に出てる、うん、で、あの隣の畝みたいにマルチを綺麗に張っていかなきゃいけないんですけど、はい、まあなかなか忙しくてぼっつらぼっつらやっております。ちなみにこっち、はい、こっち、はい、こっち、お、なんかすごい生い茂ってんのがあるじゃん、うん、これね、長芋です。普通の長芋、うん、ここだけ長芋、おお、すごい ね、早っ、早いね、やっぱりね、うん、すごいね、すごい、よいしょ、同じように波板敷いて、そうそうそう、同じような感じでね、やったんですけど、めっちゃ早いね、ここだけ ね、葉っぱもでっかいね。そうだ ね、やっぱちょっと違うね、うん、葉っぱね、つき方が、うんうん、あ、見えない、はい、ということで、はい、ここが、手前の畑です。次は奥の畑に行ってみましょう、はい、黄砂が激しくてくしゃみが止まらないんでマスクしました。マスクします、はい、ここお、レタスの跡地、はい、空心菜になります。はい、予定、はい、こっちも同じです。はい、ここ空心菜になります。はい、空心菜植え付けました。ちょっと植え付けてある、うん、よいしょ、お、ちっちゃいちっちゃい、うん、で、こっち、こっちは何もまだちょっとしかやってないです、はい、で、これですね、これですね、ズッキーニ、はい、実がなってますけど、なってる、強風でだいぶ頭飛ばされてしまいました。中心がちょっと ね、持ってかれたのよね、うん、で、実ができてます。お、いいね、うん、ここも大葉を植えようかと、青じそね、はいはいはい、植えようかと思ったんやけど、直巻きしたら全然芽が出なくって、今苗を作ってるところで、はい、よいしょ、すごい、サンド豆です。すごい、サンド豆、インゲンね、インゲン、大きい、ほら、もうできてますよ、ほら、ね、おー、うん、すごいね。ここが何月やったっけ、やったのね、いつだったっけ、結構早かったね、4月中には植え付けてた ね、うん、3月15日ぐらい種まいて、4月15日ぐらいに植え付けて、で、ちょうど6月1日ぐらい、はい、収穫開始です、はい、結構ね、めんどくさいけど大変やけどね。そうね、でも風に負けずいけたね、うん、そうそう、ここ風でね、あのズッキーニだいぶ飛ばされたのに、ここ何もしないのに風全然平気やったね、うん、結構密植やったからね。そうだね、でそこは種から行ったんで結構穴だらけやけど、あ、こっちか、うん、あ、これは種から行ったんだ、そうそう、もう穴開いたところはもうそのままほったらかしてたから、うんうんうん、うん、はい、まあここが、奥の畑です。奥の畑で、向こうにもね、ズッキーニあるんですけど、はい、あ、くしゃみでそうズッキーニあるんですけど、はい、しゃみでそう、ダメですか、2回同じ、はい、向こうも頭いっぱい飛ばされてます、はい、ああ、じゃあ山の畑に行きましょうか、行きましょう、はい、レッツゴー、はい、山の畑にやってまいりました、はい、乾杯、木漏れ日太陽、いいですね、ブルーベリーがね、すごいいい感じ、うん、だいぶ色づいてきました、ちょっとちっちゃいかな、ちょっとちっちゃいかな、うん、あれか、ちょっと多いんか、どうやろうね、
まあまあこっち来てください。はい、ブルーベリーはね、ブルーベリー感じ適当やからね。ほらほら、よいしょ。お、ここは、はい、オクラです。オクラは、うん、4月頭に種まいて、はい、で、5月中で定植して、何回かマルチ吹っ飛ばされながら、そうだね、植え直ししたりして現在に至っております。いつ取れるだろう、まあ、今月中には取れるだろう、ま、なんでやねんな。始まりは7月1日からやろ。そうなの。うん、いつも7月入ってからやね。6月中には無理よ。そっか、あっちの上に、はい、上、さつまいもとじゃがいもをやった後、あとのさつまいものところがあります、はいはいはい、が、上行くのめんどくさいんで。はい、まあありましたと、 あるということで、はい、ありますということで、はい、ちなみに、おい、お、これなんだ。ベビーキウイです。キウイ、キウイのちっちゃいのね。あらま、よいしょ。で、ここにハウスがあるんですけど、はい、ちょっとね、おんぼろですが、はい、気にしないで。気にしないで、はい。はい、キュウリです。おー、うまい感じ。え、これ、はい。よいしょ、うん、お、いい感じ。花がついてるね。うん、あ、キュウリあるじゃん。ほら。やっぱりね、水がちょっとね、少ない。少ないから。うん、もうちょっと大きくなってもいいんだけどね。うーん、面白いのはこれです。面白い、はい。これなんだ。お、大きくなった。うん、なんだこれ。これは冬瓜です。冬瓜、うん、それもあのちっちゃい姫冬瓜。姫冬瓜を立体栽培してみよう、こうというのをやってみたんですけど、はい、一本の動画にするほどの、うん、その皆さんが冬瓜に興味はないと思うんで、はい、ここでついでに紹介で、はい、そうか、上にどんどんツルが上がってできるのね、うん、で、こっち、はい、こっち、トマトね、トマト、よいしょ、よいしょ、フルティカトマトです。中玉、うん、実がね、できてるんですよね、葉っぱがね、ちょっと病気チックで、うん、あ、でもできてるできてる、うん、うん、これは蒸した方がいいの。こういうのはね、うん、もうカビみたいになってるやつは取った方がいい。なるほど。で、はい、こっち側がこれフルティカの、うん、横着栽培。横着栽培、脇芽全く取ってない状態、はい、で、こ、まあ、ソバージュ栽培って言うんやけど、はい、これはこっち側ザーッと向こうにね、うん、3列ぐらい、はい、それ用の品種を今苗向こうで作ってるんで、はい、苗置き場、はい、はい、これをまた後日植え付け動画します。はい、お願いします。はい、じゃあハウスの外行きましょう。はい、ここが、キクナとかワサビナの跡なんですけど、はい、汚い状態をやっと引っこ抜いて、はい、で、汚い状態のまま放置してるほんの わずかの区画ですけど、はい、枝豆そのまんま、うん、植え付けました。おお、何個か倒されてるけどね。あ、本当だね、うん、マルチそのまんまで、うん、まあ、とりあえず植え付けたと。はい、で、それをどん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 植え付けをしていこうかな。どん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 、はい、こっちに。で、次こっちですね。はい、お、なんかいっぱい芽出てるよ。うん、草だらけやな。里芋です。お、里芋、うん、お、すごいね。こっちがだいたい芽出たけど、やっぱあの中国のさ赤芽芋全然あかんねん。うん、全然出てこへん。もう中で腐ってたんかな、腐ってんかな。ここに1個出てるな。全然出てけへんね。ほんとだね、うん、へー、おー、いいね。うん、草がすごいね。大きい大きい。で、あそこね、はい、みょうが、みょうが、おー、出てる出てる。草だらけやけどね、はい、どこもかしこも草だらけ。これみょうがです。で、植え付けたんね。うん、何年か前にね。もうあとこったらかしよ。これね、わかるかな。
この上に栗の木があります。いっぱい花咲いてるね。今年はすごいね、花がね。すごいね、うん、いい感じね。いっぱい取れそうだね、うん、どうだろう。で、もう琵琶の実はなってたんですけど、このここら辺は琵琶の木あったけどね。そうだね、もう取りに食われたかな。はい、まあこんな感じで、こんな感じで山の畑、はい、です。ちょっとちょっとこれがね、二トンだ、うん、なんでやろうね。ね、また出てくるかな。出てくるよ、ね、うん、出てくるはず、うん。次は、次はダム下行ってみましょうか。はい、まあちょっとね、全体的に草だらけで汚いですが、はい、到着です。ここはパセリの跡をそのまま横着栽培で、はい、枝豆を種まいたとこです。種まいたんだよね、うん、きれいにできてるね、うん、まあ後ろはまだ片付けが済んでおりませんが、まあまあまあ、はい、ここも片付けて、はい、全部頑張って枝豆を6月上旬中に、はい、なんとか種まきしたいなと、はい、いうのが、ここダム下ね。ダム下ね、うん、ここにダムがあるのよ、でっかいダム奥にね、うん、はい、わぁいっぱい、はい、こっちはあの奥にイノシシの害獣駆除の檻があるんですけどね。それは置いといて、はい、ここほうれん草の跡地、はい、草がすごかったんで、もうそのまま一気にとりあえず書いて、一回トラクターで入って、はい、でもう一回石灰窒素っていうのを撒いて、うん、でちゃんと土作りして、はい、で、9月の、はい、秋野菜、おーおー、冬野菜のスタートダッシュの場所にしようかな、の場所に、はい、多分夏野菜も手つかないんで、うん、ここはもう夏の間ちょっと寝かして土作りします。はい、まあこっちはもうちょっと頑張らんと。これだって4月のさ、畑の様子の、あ、そっか、そのまんま、あの時からあのままやね。そうだね、なかなか進まないまあそういうことで枝豆植えれたっていう状態ね。そう枝豆がね、やっと植えれて4列行って、うん、4列行って、その先まだまだいっぱいあるね。そうだね、うん、頑張らんとね。はい、今日はこの撮影終わったら枝豆の種まきしときます。はい、まあ、ダム下はこんなもんですな。次行きましょうか。はい、行きましょう。はい、ここが、はい、一番遠い畑。遠い畑。家から 4.1 キロ。結構あるよね。車で8分。一番遠い畑。一番遠い畑。はい、8分で遠いって。そう。で、すべて自然薯です。はい。ね、イノシシが出るんで電気柵してます。はい。で、こっちはね、だいたい芽が出て、うん、結構茂ってきました。いいね、葉っぱも出てるね、うん、手前より早いね。ここはね、芽付きの、あ、これね、あれ、うん、何だっけ、ムカゴで作った種芋。あ、はい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 、ここはね、うん、うん、長いやつね。そうで、そっちは山で取ってきたムカゴで作った種芋。おお、すげえ、うん、まあ、なんとかなってるよ。なんとかなってんじゃん、うん、もの、ね、気にもならずにね。ねえ、うん、やっぱ葉っぱかわいい。でね、上が切り芋のやつ、向こう行ってみる？行こうか、うん、はい、行きましょう。だいたいね、みんなこの辺4月中に植え付けたんですけど、はい、こっちまだよね。こっちは切り芋のね、やっと芽が出たって感じ、うん、うちで作った種芋ね。おお、すげえ、うん、ここも芽出た。あ、芽出た？おー、すげえすげえ。ここは世界一長い自然薯を作るぞのコーナー。おー、出たね。ん、うん、はい、だいたい芽がちょっとずつ出てきてるね。だいたいそうだね。ここも出てるし、はい、で、ここはちゃんとした買った種芋、はい、
ね、いっぱい芽出てきたね。おお、すごい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 。だからここもあれやね、マルチをそろそろかけないと。そうだね、大変だ。はい、まあ自然薯は今のところね、順調ですね。本当はね、はい、梅雨入り前にね、まだね、本来なら今の時期梅雨入ってないんで。そうだよね。この梅雨入り前にこれ消毒するんですけど、もう梅雨入っちゃったんだよね。ちょっと雨降るしね。でも梅雨入りなのに雨がそんなにがっつり降らないという、ね、これはあれやね、さっきの山芋級の葉っぱのでかさがあるね。でかさがあるね。山芋とか長芋ね。長芋、うん、こっちはね、普通の自然薯の感じやけど。そうだね、まあ、三河から行ってるからね。あ、そっか、うん、この辺はちゃんとできるかわからへんけどね、うん、よいしょ、自然薯はこの先11月までね、はい、そんなにやることはマルチさえ張ってしまえばはいはいはい、はい、なくなるんですけど、はい、まあ、そういう意味では自然薯も夏場は横着栽培ですね。そうだね、うんうん、で夏の間にまた今年はキュウリあんまりたくさん作ってないんで、うん、路地のキュウリね、全然ないから。そうだね、その分枝豆をね、はい、頑張って6月頭やりましょう。はい、今から種まいてきます。はい、6月はこんな感じです。はい、7月はどうなってるでしょうか。どうなってるでしょうか。あんまり取れてる、え、取れてるか、あ、うん、あんまりなんていうかな綺麗な状態ではないので、はい、7月はもっと荒れてるかもしれません。草がね、はい、まあ、何せパパとママと2人で、はい、頑張っておりますんで、はい、こんな感じですな。はい、はい、ということで、6月の畑の様子でした。はい、また7月にもアップします。それでは皆さん、さようなら。